こんにちは、どうもです。今日は東京シティライド2010に参加してきました。水質観光局のチームと一緒に走りました。距離は、どこからスタートしたんですか？新宿の都庁からスタートして、豊洲の方をぐるっと回って、で、皇居の脇を通って四ツ谷に帰ってきようと思って、走ってきました。なかなか人口が多いので、そこは向こうの生活だったりして、みんなで一緒に走るってすごい楽しかった。あと、今、水質観光局のブースの前なんですけど、ここでは、新しいスーパースカイ最新の国家出てる写真と、トラック水の快適なについての PR とか、すごい、みんなチームのこのカラーが入って、PR になって面白いと思います。それでは。